皆さんこんにちは。本当にお会いできて嬉しいです。こうしてまだコロナの状況の中には中ではありますが。 礼拝の現場に参加された皆さんにお会いできて本当に尊敬いたしますそして感謝いたします2年前コロナが始まろうとしていた時歴史的な世界首脳会談 サミットを行いました私の所属する中南米はインターコンチネンタルホテル全体を貸し切って行いましたところがコロナ事態となりましたので当時はホテルに入る入り口にもスクリーンの施設などは何もない状況でした ですがコロナの状態になりますとすぐに病院に行かなくてはなりませんが病院にもすぐ行くこともできずそのような対応が非常に不足していた状況でしたしかしコエックスにつながれるルートは非常によくできていてガテマラの大統領が参加された時に補佐官からは本当に コロナの状況が芳しくないと言われ非常事態となりましたそこでチェックをしますとまあこのコロナの陽性が出たわけではなかったんですねだからといって参加させようかさせまいかと非常に判断が困難な中で指導者たちは この症状の出ている人たちはチョンピョンでも病院に入ることはできませんので隔離の状態で様子を見ていましたしかし驚くことに1000人の人が行き来しましたが1000人の参加者の中で1人も陽性反応を出す人がなく全員が自国に帰ることができましたその中でえ南米のエルサルバドル の指導者がもしその国で陽性者が発生すれば医療技術が非常に遅れていますので対応ができませんそこでエルサルバドルは国境を閉鎖しましたソウルに到着した副大統領はインの ョン空港に着いた時にあもうすぐに帰ってこないといけない空港を封鎖しないといけないので空港が封鎖されれば副大統領は自国に帰ることができないのですぐに帰るようにと言われました,また我々はインターコンチネンタルホテルで準備を済ませていましたがエルサルバドルの大統領はホテルに来ることもできず 大使館に連絡を受けた大使館の職員が市内のホテルにお迎えし翌日すぐに自国に帰ることになりました副大統領が自国に帰ると全ての空港は封鎖されましたので私たちの行事に参加した 指導者たちは皆国な自国に帰ることができずガテマラに行ってから自国に戻るというそのような経路を踏まなければならないことになりましたそのような状況の中でサミットを行いましたので今回もしまたサミットを行うようであるならば準備をしていく中で非常に困難が伴うインポッシブルだ という意見が現場ののの指導者たたちの共通の認識でしたところが韓国の現場のコロナの事態は少し収まっているような状況でしたのでまた現場でもならばやってみようかという感じで火がつきました。 これにはお母様の意志、変わらぬ意志があったがゆえに可能だったことだと思います。これはお母様の大勝利、誠の父母様が育ててきた指導者の姿を見ますと、私は韓国人ですので、父母様に対する思いには変わりはありませんが、あの現場の皮膚の色の違う兄弟姉妹たちは、 絶対信仰絶対服従で従うその姿を見た時に本当に感動的でしたそしてこの勝利は誠の父母様特にお母様を中心にした表情の思いそして世界本部とニューヨークの UPF 本部また現場の UPF の組織が完全に三位一体となる中でなされた歴史的な快挙だったと思います。 お母様の切なる祈祷、そして今も行われているイ・ギソン会長を中心とした徹夜祈祷、その途切れることのない精成が今回の行事に来られた方が、お一人もこのコロナで陽性反応を受けることなく、全員がインチョン空港から自国に帰られました。 説教に先立ちましてお母様がご生誕の時にくださった御言葉を訓読したいと思います。皆さんが活動し皆さんが行くところはどこでも今までこの日のために天がご苦労され準備された義人が必ずいます。この言葉を何度もおっしゃいました準備された義人たちがいると何度もおっしゃいました。自信を持って皆さんが誰だと 明らかかかにししてくださいわかりましたとの父母と一緒にした皆さんは磁石のようにくっついてくるようになるんですそのような自信を持って勇気を持って前に立つ皆さんとなるように祝願いたしますと語られましたでお父様が遺言のように最後に私たちにおっしゃった御言葉「姿勢決断全力投球実践急行祖国用」。 照らされようこのような言葉を残されました韓半島平和のための議論は1953年の休戦の時から行われました休戦後すぐに 南北は冷戦期を迎え1972年南北共同声明により南北関係が開かれるかのように思われましたが91年南北が国連に同時加入をいたしました内的には誠の父母様が近日成主席にお会いするという歴史的快挙を遂げましたその後急激に南北間の交流が始まっていきました2000年 2007年、2018年にわたって3代の大統領が南北頂上会議を行いました。そして第2次南北頂上会談、そして米朝頂上会談が行われることになり、平和ムードが造成されてきました。そして決定的なモーメントとなったのは2019年、トランプ大統領と金正恩委員長のシンガポール会談、ハノイ。 のシンガポール会談だったと思いますそこでは深い議論がなされず決裂となり南北間はまた緊張状態となり2020年南北共同連絡事務所が北朝鮮によって爆破されるという想像できないような事態を迎えましたその後すべてがオールストップとなった状態です。その後 六者会談などさまざまな方法が提案されてきましたが南では韓国では現政権が非常にこの北に従うかのようにアメリカはもちろん困難な状況だと言わざるを得ないような状況で北に近づいていきましたが北朝鮮からは冷たい。 答えこれが連絡事務所の爆破という結果になりましたこのような状況の中ではこれ以上誰が何をしたらいいのか分かりませんバイデン政府も発足しましたがバイデン政府はトランプ政府を維持するのではなくオバマ政権の内容を維持しながら北朝鮮に対しては強硬対策以前は大統領が 首脳会談を行うそのような努力をしていましたがバイデン大統領は実務チームを通して接近するような態度を示していますのでそのような経緯では決して、えー、進展は見られない、えー、と予測されていますそのような中で今回私たちがこのような場を設けたということは非常に大きな意味を持ちます決定的なターニングポイントは誠の父母様の 北朝鮮訪問でしたその後三十周年の行事を韓国で行い大きな行事を行ってまいりました北朝鮮を一回訪問されただけで北朝鮮のトップの思想を変えポットンガンホテルですとか南北青年合同セミナーですとか世界平和センター この建物は金正恩委員長の指示により平壌の用地にある建物です。このと竣工式では金浦空港から飛行機が貸し切りの飛行機が飛び平壌の空港に到着しました。現在の空港は新しく新築された空港ですが、 その当時は本当にまだ寂しい空港でした私もその当時一員として参加しましたが万閑が交差する思いでした金浦空港をこの出発するやいなやもう到着したという雰囲気でした車で行っても2時間ほどの距離ですので飛行機の飛行時間は実際にはもう30分も飛んでいないような近い距離でしたここんなな近いところなのに これほどまでに分断されているのかという実感から非常に万感が交差する思いでした私たちの基盤でなければ私たちとの信頼がなければどの国も政府もなすことができない内容でしたこれに対して非常に功労者は「パク・サンゴン」えー 自動車社長そしてその彼の献身とその基盤があったがゆえになされたものですそれらは記録として残っていますから対北関係があこの突然オープンしたわけではないのですリトルエンジェルスの文化公園ですとかムン・ナヨン会長を中心とした女性連合の支援など北朝鮮との信頼関係を長きにわたって築いてきました。えー 南北が同時に国連に加入をし現在157カ国の共同国交樹立国家をとの信頼関係を築くためのサミットを今回行ったわけです。皆さんもサミットの内容は動画でもハイライトとして えー、たくさん出されていますので、えー、ハイライトだけを見ていきたいと思いますロッテホテルとチョンシン平和ビレッジそしてチョンピョンのワールドセンターそして韓国の国会日本の国会を結んで衛星で結んで行われたサミットでした「韓半島平和サミット」という大きな主題のもとに 6つの UPF の軌道、政治、宗教、経済、言論、学術、マスコミのメンバーを中心としたサミットも同時に開催されました。100万旧国旧世希望前進大会、ここにも指導者の方々が参加されました。今回の行事の2つの。あ このインビテーションレターにサインされた2人の方はパン・ギムン前事務総長とフン・セン・カンボジア首相です。カンボジア首相は非常に長い間政権を取っておられる方です。我々がカンボジアに注目したのはアジアでもカンボジアが北朝鮮との関係がフン・セン首相以前から非常に。 この強い絆を持った国でであるからです北朝鮮の扉を開いていくためには、友好国家のサポートが必要であり、カンボジアのフン・セン首相は、非常にお母様を歓迎し、カンボジアでもアジアの首脳会談を行えるような、非常に影響力のある基盤があります。 このお2人、国連で10年近く事務総長の職にありましたパン・ギムン前会長とフン・セン首相からの招待状をもらった方々が多く参加されましたが今回はアメリカとヨーロッパを中心とした指導者そしてアジアからの指導者が多く参加されました。 そして映像でのメッセージを送ってかられた方も多くいました全体のスピーチをされたことが85人の全現職首脳の方々が3泊4日のさまざまなセッションに参加をしスピーチをなさいましたこれは実際の会議でもなかなか行うことのできないそのような この首脳人たたちの積極的なな参加となりましたそしてパロゾー委員長はヨーロッパの執行委員会ヨーロッパの全体の国を動かす執行委員会の委員長を10年にわたって務めている方です。EU の支配的な この意見をまとめノーベル平和賞も代表で受賞された方ですこの方がソナク平和賞委員長本ギルシク会長に続きまして委員長を担当され今回の第5回の首相者としてサラギルバートオックスフォード大学感染学のコロナの ワクチンを開発された方です前回カンファレンスでも発表されましたがアストラゼネカのファイザーやモデルナは非常に高額ですがアストラゼネカのワクチンは研究の時からの契約条件がこの実費しか受け取らないという約束で。 販売することが約束されていました他のワクチンは非常に高価ですがアストラゼネカのワクチンは世界約25億人の方に非常に低価格で提供されています特に後進国ではワクチンを購入することができません。 私も中南米のさまざまな国を回っていますと非常に残念な思いをするのがそこですアメリカ政府のアメリカ政府は中南米においても自国と同じような対応でワクチンを普及させるようにという、えー、政策を取っていますしかしファイザーやモデルナの ワクチンはアストラゼネカのワクチンもなく中国からの無料で提供される、えー、ワクチンしかありませんでしたしかしそのような全員は感謝していながらも中国からのワクチンは信頼がありませんでしたテストにおいてアメリカではそのようなこの チ PCR チェックですとかそういう施設を提供することができませんでしたが中国からはそのようなキットが提供されていましたしかしクオリティがあまり良くないのでなかなかあそのような支援についてもこうありがたいながらも好評ではありませんでしたところがサラ・ギルバートさんは学者としての最善を尽くしそのような面でも非常に謙虚な方でしたそなく平和賞としては 非常に適任者を選んでくださったという評価を受けていますそして今回はあ平和機構このワクチンに貢献した平和機構が同時に受賞しています ヘバサミットは12、13、14日の日程で行われました。開会式は12日に行われました。開会式の祈祷をポーラ・ホワイト牧師がなさいましたが、若い女性の牧師です。非常にアメリカでは福音主義者として知られていますし、トランプ大統領のトランプ大統領は非常に熱心なクリスチャンです。そののトランプ政権の ペンス副大統領ですとかポンペオ国務長官も非常に熱心なクリスチャンたちですアメリカはもちろんクリスチャン国家ですがポーラ・ホワイト牧師が2か月前にも来られましたが今回もまた韓国に来られました今回韓国に来られた方々は最後まで隔離免除を受けなくてはなりませんが隔離免除を受けるためには外交部だけではなくし 疾病管理センターからの OK がなければならないと言われました。疾病管理センターではあー原則通り例外は受け付けませんので、最後の最後まで全現職首相たちがその許可が下りなくて来れなかった首相たちもありました。アフリカなどは政策として 困難な状況であるために韓国に来ることができず動画でのメッセージを送られました普段からビザ免除国家でありながらも今回は全面的な封鎖が行われましたそしてビザは現地の領事が渡すようになっていますが今回は本国に紹介をしないといけませんその紹介審査をするためには2週間かかります その審査の結果、韓国には来るなとこの言われるケースが多く、うん、私も今回、ガテバラの首相の申請をしましたが、最後の隔離免除が1日前に結果が出ましたので、物理的に非常に飛行機の手配が難しいのです。メキシコは韓国と2日に一遍しか出航していませんので。 えー、非常に難しい状況でしたところがアメリカと韓国の間は封鎖関係にはありませんでしたのでペンス副大統領ポンペオ元国務総理も、まあ、本来の原則であるならば隔離期間を持たなくてはならないということなのですこのような方々が韓国に来るということになれば、えー、韓国ではこの歓迎すべき立場で あるにもかかわらずアメリカから来るこのような高官たちに対しても非常に傲慢な態度でした政府がそしてこの原則を適用させなくてはならないということでしたので空港に到着して院長から空港から出てくるまでに1時間以上かかりましたそしてこれは例外なくすべての人がそうでしたそしてスマホにはアプリを をダウンロードししてて毎日報告ななくてはなりません VIP に対して10日間もそのような規制をかけるのは非常に難しいのです外国から来られる v i p たちは国家が指定するホテルがあります そそしてその隔離のホテルは非常に劣悪な状況ですし部屋からは一歩も出られません食事もこの部屋の中でもう本当に牢獄のような扱いで隔離を行いました食事も配達されるそのような状況でしたペンス副大統領も空港でチェックを受け PCR 検査の 結果が出るまで12時間かかりますがその間はホテルに移動することもできません稽古のメンバーたちもみんな空港で待機していましたが、えーまあ、クラスのいいホテルはハイアットホテルになりますがハイアットホテルでは非常に環境のいい中で過ごせますしかし ペンス副大統領は名前もないようなホテルに送られたのですそこでは温かい水もなくそしてヒーターもないようなそのようなホテルで隔離期間を過ごさなければなりませんでしたところがペンス副大統領はそれに関して一切のクレームをおっしゃいませんでした そのような思いをしてこの方々は今回の行事に参加してくださったわけですカンボジアのフンセン首相は非常にありがたい方です今回の行事のために先頭に立って全てを動員し今回は長官たちを大挙で引き連れて内閣全体を全てもうこの韓国に移動したようなそのような雰囲気で毎日 長官会議を行いながら私たちの行事に対しても最大限の支援を惜しみませんでしたまたニュート・ギングリッチ下院議長は私たちとも非常に近い方ですこの方は教授出身ですそして奥様も奥様は非常に熱心なカトリックの信者ですニュート・ギングリッチ議長は私たちと長いことおし 共にししてきましたお父様がいらっしゃった時にもいつも参加してくださいましたそして翌日のソナク平和賞の受賞の場面ですバロゾ委員長が委員長からギルバート教授に賞を渡される場面そしてガビというガビの代表者 ガビはスイスに本部がありますのでスイスから来られましたオルメルトイスラエル首相がこの方はエルサレイムの市長を10年歴任し私たちが中東平和の漁場を行った時にも市長を務めていた非常に強力なリーダーシップを持った方ですイススラエルとパレスチナは 南北と同じような韓国と北朝鮮と同じような状況にありますもちろん同族同士ではありませんが2つの緊張した国家の平和協約に向けて現在もまだそれが解決されていませんそのため韓国と北朝鮮という平和のイシについてもイスラエルとパレスチナでは 共感できるそのような関係だと思いますそこでこの方が分断の現場をご覧になって実感を持って私たちとも多くの対話を交わすことができました今回お母様は特別にフンセンカンボジア首相にソナク平和賞の特別功労賞を創設者特別功労賞を渡されましたこの賞を初めて受けた方はパン・ギムン、えー 元事務総長ですそして今回はフン・セン首相がこの賞を受けられました。本当に美しい場面でした。そしてソナ・平和賞受賞者たちが招待され、チョンジョン軍で晩餐会が行われました。そして本格的なシンクタンク2022サミットが 2日間にわたって朝から晩まで集中的に行われ85名の全現職首相たちがスピーチを行いました主な参加者たちがお母様と写真撮影もされました今回の「韓半島平和サミット」のハイライトをチョンピョンの「チョンシン平和ワールドセッター」「ヒョジョン」 平和センターという名前ですねそこで行いましたが皆さんもご覧になったと思いますが360度のスクリーンがはめ込まれ世界から参加している主要指導者たちが双方向で行事に参加する壮観な会場でした。こののシステムにも各国の トップの方々は非常に驚かれましたパン・ギムン・ UN 元事務総長は全世界を回りながらさまざまな行事に参加された方ですそして今回参加されている方々も皆あ首相クラスの方々ですしかしどの国でもこのようなあプロフェッショナルな会場を 作ることはできないだろうとそのような評価をくださったと世界本部長から伺っています私たちはお父様の孫はを経験に えー、作られたチョンシム平和ワールドセンターは世界のどこに出しても恥ずかしくないそのような会場であり韓国のハイテク技術が舞台の施設ですとか全般的な行事をサポートするテクニカルが世界のどこに出しても恥ずかしくないとてもこの先進的な技術を備えています。 このようなこの大会の内容を外部に映し出す技術というもの、マイクですとか、その他、世界本部とともに支えてくれている協力業者のその実力が非常に輝いた大会だったと思います。世界ににも本当に美ししい映像が創出されまたたお一人お一一人人の VAB ちを リトルエンジェルスのメンバーがお迎えしてサポートしてお迎えします3番目にはマイク・ペンスそしてパロゾカナダのスティーブン・ハッパー元首相10年ほどカナダの首相を務めた方ですカナダは非常に大きい国ですね とてててもも知知性的的なな方で韓半島問題にに対しても非常に専門的な知識を持っておられます私たちは時々南北北アメリカと南アメリカの,この首脳会談を持つのですがその時にも必ず参加してくださいますこの方は一度もキャンセルすることなく喜んでスピーチをしてくださる方です。 そしてスリランカの総理が参加され今回の参加者の中で非常に感動的だった方がこのマイク・ポンペオこの方は130キロまで体重があった方です非常に 業務が重なっていましたので非常に激務をこの務めた方ですが韓国の序列であアメリカの序列でいきますと序列3位に当たる方がこの方です CIA 局長から国務総理としてスカウトされ金正恩委員長と北朝鮮問題の,この実務を進めてきた方ですこの方は北朝鮮にも3回行かれています。 誰よりもアメリカの立場北朝鮮の立場どのようなディールをしないといけないのかという経験のある方がこの方ですそしてこの方があ国務総理を辞めてから家でこの40キロほど体重をディスカウントして以前のその体重に戻ったそうです 共和党の大統領候補強力な共,共和党の大統領候補としても有名な方です明確な国家感を持った愛国者の一人ですそしてこのダイエットのおかげで急激な体の変化で非常に膝に無理がいったため特別政策をした この車椅子を使っていたそうです膝の手術をされてそしてこのようなからお体の状態になればどこから正体があったとしてもなかなか移動することは困難ですしかしにもかかわらず今回は約束したからといってこのお体で飛行機に乗られこの方も例外なく12時間の隔離を過ごされ ご本人のスピーチは2時半のスピーチだったのですが本当にその直前に空港でその隔離が解けましたので急いで会場に来てスピーチをされました。でフン・セン首相はアメリカのこともよくご存知ですのでそのように来てくださって。 マイク・ポンペイを国務総理に非常に感謝して記念撮影もしていかれましたこの方がヒーローですこの方の軍,軍人精神ミリタリースピリットが韓半島に平和をもたらすだろうと私からもそのような言葉をかけた非常に英雄ですイスラエル首相ニュート・ギングリッジ下院議員そして 私たちのシックのような友となったジム・ロジャース会長そしてお母様の登場非常に豪華な歴史的な開会式となりましたパン・ギムン前事務総長は開会の辞を温かく迎えてくださり今回の行事のための 非常に素晴らしいスピーチをしてくださいましたまた韓国の指導者たちからもスピーチが動画で寄せられ後々トランプ大統領のスピーチの内容をしっかり確認してほしいと思いますこの方は本当に今回は実際にこの来る予定だったのですが最後の最後で日程が合わずにこの 行事に直接参加することはできなかったわけです多分次回の行事には来てくださるのではないかと思いますトランプ大統領は大統領就任時には非常に発覚的なストーリーのたくさんある方でしたしかし一つだけ えー、分かっていることは共産主義、社会主義はだめだとはっきりとおっしゃった方です。トランプ大統領が韓国の国会で演説をなさったことがありますがその時の演説も非常に名演説です。社会主義はだめだと確固たる姿勢で訴えました。外的には 金正ジョンウン委員長と握手を交わしていながらも、内的には国としても個人としても社会主義はだめだとはっきりと訴えられる方です。ですので、非常にアベル的な、そして明確なアイデアを持った理想を持った方として、私たちがしていることには、いつも先頭に立って、快く受け入れてくれます。 他の新聞はホワイトハウスでもなかなかこの新聞扱いしませんでしたがホワイトハウスではワシントンタイムズだけを新聞扱いしてくださいましたので1日全部がホワイトハウスに配達され 未来、このオピニオンリーダーたちはみなワシントン・タイムズを読んでから出勤します。ワシントン・ポストという新聞は左翼の新聞です。ワシントン・ポストを見ていたらバランスが取れませんので、ワシントン・タイムズを見ないと両側の陣営の情報を得ることができます。私たちはワシントンに新聞社がありますので、 アメリカ全域の数千の新聞社もワシントン・タイムズによればワシントン・タイムズの報道によればという引用をアメリカ全域の新聞が引用するほどのこのワシントンの新聞というのは重要なのです。えー そのような基盤を築かれた最大の功労者もお父様ですお父様ご父母様のワシントンタイムズの基盤ワシントンタイムズの影響力というものがなければ不可能だったと思いますそのような点から見るとビジネスの観点から見ますと1982年、えー、今年で40年となりますが 誰もこのどんな財閥であったとしてもワシントンで日刊誌を創刊するということは想像すらできませんでしたしかしお父様はビジネスの観点を超えて節理的な観点から設創設され現在まで30年にわたって このワシントン・タイムズを導いておられるということは本当に大変なことであります。私も財団をの責任を持つ立場にあったことがありますが非常に困難な状況はその数え切れません。にもかかわらず一日に2食しか食べられなかったとしてもお父様のレガシーを守っていかなくてはならないという思いからアメリカで。 事業を担当していた指導者たちも本当に腰ひを結び,結び直しまた日本からの支援も受けていましたが日本からも支援できないようになったためアメリカで自立しなくてはならなくなりお母様もなかなかこの難しい状況の中であー新聞社が自立しなければならないというその思いからお父様の精神誠の父母様の 創設哲学というものを失わないようにしようそしてワシントンを動かすためにはワシントン・タイムズがなくてはならないそのためにはこのワシントン・タイムズはどうしても必要だということでアメリカの主要指導者たちとつながれるようになった。 非常に大きな役割を果たしたのがワシントンタイムズです。ダンベリーでお父様がサインをされ、創設されたのがワシントンタイムズです。このワシントンタイムズのスピリットはダンベリーにあります。ダンベリーといえば、私たちはできないことはないな。されないことはないという精神です。そのような精神で父母歩んでこれたことを父母様にもう一度感謝したいと思います。 そして日本の安倍前首相が非常に偉大な指導者ですが今回も美しい文章で祝辞を送ってくださいましたこれは日本の大きな変化だと言えます日本の指導者たちにも敬意を表したいと思いますえ多くの指導者から惜しみない祝辞をいただきました そして今回のは主要大陸からすべての首相たちが参加したといえます、先ほどのバロジョ、EU、委員長そしてアフリカで多くの人口を抱えているのはナイジェリアという国です。全世界の黒人の7人に1人はナイジェリア人、アフリカの4人に1人はナイジェリア人です。 前職大統領は州知事時代から州の予算として大会をカバーするくらい私たちと深い絆がありました就任式の時にも父母様を招待したくらいですそして父母様がナイジェリアに訪問した時には大統領が国賓として歓迎した国がナイジェリアですマイク・ペンス 副大統領この方は非常にジェントルマンです非常にクリーンな方です共和党でありながらも徹底したクリスチャンですこの方はニュート・ギングリッチ議員ですとかダンバートン IAPP の国際委員長たちとも親しくしておられますそしてお母様の見言葉ばを先ほどうお読みしましたが あちこちに義人たちがいる、えー、とお母様がおっしゃいましたが各地のこの義人たちを通してつながれた方がこの方です聖霊ヨハネとの立場を果たすその義人たちを通してつながれた方がこの方です前回のシンクタンク韓半島平和統一を前提とした行事にもスピーチをなさいましたが今回の行事でも参加され 3時間の間そののそ場所に座っっていいらししゃいました実際このご本人のスピーチが終わればその席を立つという方が非常に多いわけですね非常にお忙しい方たちですのでですのでですがこの方はお母様が座っているその席その横を一度も立たずにその席を守ってくださいました。 誠の父母様に対する敬意を表した態度だと思います、えー、マイク・ポンペオ第70代アメリカ国務長官ですこの方非常に深い内容金正恩と会った時そして北朝鮮訪問した時の内容を語られながら韓半島の平和は世界平和の近道だという内容を語ってくださいました またジム・ロジャース会長はパワーポイントを準備されもうこの方はあ北朝鮮にもうフィールもう,こうフィーリングを受けた方ですねシンガポールに引っ越しをし韓日の海底トンネルに関しても日韓海底トンネルに関しても深い関心を示し委員長を務めておられる方です。 今回も名スピーチで誠の父母様のビジョンを明かしされました。奮戦セ首相、そしてお母様が最後に御言葉をくださいました。そして今回の行事の最後にソウル宣言にイサインをされました。16の項目がありますが、その中で一番重要なのが11番目。一つの領土、一つの国民、一つの文化というフレーズが入った。 韓半島が統一されれば統一された形をどのように想像したらいいのかということをこがこの文章に込められていますこの文章を作成する上で非常に議論が沸き起こりました例えばイスラエルとパレスチナの和解と平和のためそこに関与した人たちアラファトですとかラビンえ3人の方はノーベル賞を受賞しましたがその時に合意されたアメリカの結論を見ると トゥーステイトソリューションというものでした両側を UN の単独の同一国家として認定しようというものでした。ですのでイスラエルはもうすでに加入していますがパレスチナはまだ正式国家として認定されて、えー、登録されなくてはなりませんがまだこの待機の状態です。 しかし、韓国と北朝鮮は2ステイトではなく文化も同じですし、言葉も同じ、そして歴史も同じ同じ民族ですから、信羅が統一されてからというものを南北は分断されることはありませんでした。 日程時代から解放されてからこのような分断の期間が70年となりましたが歌にもあるように5000年の歴史の中で長い間一つの国だったという歌もあります南北統一アルメの努力は政治的な交渉 そしてトラックツ2というのは民間団体の役割。私たちは民間 NGO 団体です。UPF というのは。私たちは NGO 団体ですが、NGO の役割が公式的な外交 こチャンネルのような役割を果たしていけばもっと大きな力を発揮することができます教皇を中心としたカトリックですとか中東平和のための努力も兼任しているために大きビッグメッセージを伝える時もありますですのでこの11番目の項目に一つの領土という内容一つの民族という内容を特別にこの重要な内容として込めました UPF 以外でも各企業体でもチョンピョンの行事と連結されて非常に美しい行事になったという報告がなされています。韓国はこのように全体が組織を一つにするそのようなことがなされたということは非常に驚くべき内容です。低音法議員からもメッセージがありました。北朝鮮からしたら脱北者が韓国のしかもカンナムの 議員となったということは北朝鮮からしたら本当にびっくりするような内容です。ソウル市長をはじめ各自治体からの団体長のメッセージも寄せられています。本当にありがとうございました。また各地域では区長などを招待したイベント行事が行われました。この方は シンクタンク2022で基調演説をされたマーク・エスパー元国防長官アメリカ国防長官です。この方も陸軍出身の方々です。陸軍出身者がアメリカでは政界に参加していくケースが多くあります。今回アメリカではナンバーワンのトランプ大統領ナンバーツーのペンス大統領ナンバーツリーのエスパー。 国防長官共和党全体が動員されたたような今回の大会でしたこの方は非常にシャープな方ですが韓国ではパネラーとして四つ星将軍出身の国民の力代表そして民主党の代表キム・ハンチョン代表から両党の代表から参加されパネラーとして参加されました。 今回は非常に多くのマスコミ報道がなされました特に韓国の MBC ネットでは生中継で3日間にわたって放送が行われました私も見ましたが KBSSBS 主要放送でも報道がされこれはメインニュースでなされた報道ですトランプ大統領ですとかペンスク大統領ポンペイオ 国務長官このような人たちの場面を放送でよく映していました。いくら素晴らしい行事を行ったところで放送にで放送されるまでには非常にさまざまな壁があります。 何時の時間帯に何分間出すあの喪失するのかとそういう内容を会議で決めなくてはなりません私たちのこの組織についてよく思っていないそういう放送局もありますが今まで本当に放送局の障害を続けてきた見えないところで、えー、苦労してこられた方があの夜本部長です。 あの夜事務長の努力があったがゆえにそしてワシントンでのおマスコミチームワシントンの特派員が3年、えー、いてこの韓国にくれ帰ってきた記者たちがワシントンクラブというものを築いていますが、えー、そのクラブのメンバーを中心に 今回のマスコミ報道のきっかけとなるその力を尽くしてくださいましたえあの夜、えー、<laughs> 本部長はいらっしゃいませんが奥様が成果体にいらっしゃいますね拍手お願いいたしますいくら素晴らしい行事を行ったとしても外部に報道されなければただの内部行事に過ぎませんこのように外部に報道されたことを通してあ非常にあ くくしてくださったと思います多くの放送でさまざまなマスコミで報道がされましたまたサラ・ギルバートさんの「ソナク平和賞」は CNN などを大きく扱われています私たちは 南北統統一一私たちの教会は統一教会会はですここにいる先輩の指導者の方々シックの皆さんは皆統一教会この言葉を聞いただけでも人々が驚くその教会統一教会。 私たちはどこの教会に通っていますかと聞かれた時にはなかなか大きな声で統一教会と言えませんでした小さな声で言っていましたとしか言えませんでした大きな声では言えませんでした皆さんもそういう経験があると思います統一の歌を私たちほど歌った団体があるでしょうか賛美歌のように歌ったその国 アメリカに行ってもアメリカに行っても日本に行ってもこの統一の歌をよく歌います私たちの団体ほど信仰的に夢としてビジョンとして願いとして歌ってきた団体はあるでしょうかそんな教会があるでしょうか他にはありません1953年戦争が 休戦を迎え第二次世界大戦以降分断された国は4つありましたドイツ韓国イエメンベトナムです他の国は全て統一され「韓半島」のみが残されています53年に休戦となり70年経っても 韓国はまだ貧しい国です国民所得から言って韓国より貧しい国は、えー、インドしかありませんでしたしかしそれから30年経った現在は韓国の南側は世界経済でも中,中の国に入る 国です昨年の統計では1970年代の初めまでは北朝鮮の GDP の方が韓国よりも多かったのです社会主義はダメだというその根拠は根拠を示している統計だと思います1人当たりの GDP は で見ますと二十七倍の差があります。北朝鮮は軍人が八百二十万人いますえ。韓国は今何人でしょうか。昔は六十万人ですが、予備軍を含めたこの韓国の軍人の数ははっきりわかりませんが、北朝鮮は世界で GDP 対比え軍事力資質ナンバーワン国家です。二十四パーセント。 非常に不均衡な値で軍事力を強化しています。金日成がお腹を空かせても頑張ろうといった苦難の紅軍。 と言われたその期間で公式的に亡くなった方が100万人と言われていますそして非公式も合わせれば300万人と言われています当時の苦難の行軍と同じような状況が現在も繰り広げられていると聞いていますパンデミックにより貿易の7080%と言われるこの中国との国境が封鎖されていますにもかかわらず核兵器を中心とした このロケットの発射そして海軍ですとかその軍事力に注力をしていますから北朝鮮の国民は非常に大変な思いをしていますまだ電気のない生活をしているエリアもありますまあ私たちの親の時代ではランプを使ったこともありましたが 今はあ電気がありがたいとも思わずに当たり前のように使っていると思います。私が時々ハイチというところを訪問するんですがハイチでは8時間しか電気が入ってきません。ですのでホテルには自家発電機がありますし自動車のバッテリー,をーが各家庭にあって電気が 来ない時間はそのバッテリーを各く過程で使っています。1日24時間電気供給を受けられる国はそれほど多くはないのです。北朝鮮は1900万人に電気が供給されていません2000年までです。2000年までの統計です。まだそのような国なのです。政治体制は、えー、韓国は自由民主主義。北朝鮮は全体主義的。 新新国家ですこの言葉は神の大信者のように、えー、統治をする一人の人間が統治するという意味です北朝鮮には各地に、えー、指導者の銅像があり今もその銅像の前で敬礼をしています、えー、北朝鮮の執務室にはあこの3つの方向に 敬礼ををすするような形をとっています無神論者でありながら共産主義者でありながら金日清は永遠に生きた人として信歩しているわけです。金日清宗教ということです。北朝鮮の主体思想を教理とした北朝鮮を一つの宗教集団としてそのような区分をしているところもあります。 このような国にどののよううななアプローチをししていいったらいいのでしょうかなぜ私たちが世界平和会議をしなくてはならないのでしょうかそれは南北の分断から統一までの過程が南北だけの韓国と北朝鮮だけの間で解決できる問題ではないという歴史的地政学的 問題があるからです現在韓国は3050クラブに2 0 1七年に加入しました国民所得が3万ドル以上人口5000万人以上です、えー 超大国になるためには人口5000万以上でなくてはなりません。そのような国は7つしかありません。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、韓国、そして、えー、日本です。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、日本、韓国です。 この国が3050クラブの加入国です。中国とかインドとか人口の多い国もありますが3万ドルにはなっていませんからところが統一されれば10年以内に世界5位の国になれるアメリカ中国日本ドイツの次に韓国になるだろうと言われています。そこが統一されれば人口はドイツと同じくらい8200ですので。 南北が合わされば8000万になりますので同じくらい経済力はイギリス軍事力はフランスに匹敵すると言われています今まで統一法案についてさまざまな議論がなされてきましたが歴代大統領は南北統一というのが大統領の大きな政策課題でした金デイジン大統領 ノのムヒョン大統領過去の大統領がプランしてきたビジョンは南北の当事者たちの合意という手法でしたしかし分断自体が南北間だけで分断されたわけではなく理念の分断そして国際的要件からの分断という2つの要素がありました日本が負けて ことによって北側はソ連南側にはアメリカが関与するようになりましたそしてソ連のサポートを受けて北朝鮮社会主義共産主義主体主義へと変化していきました。 そして共産主義よりも強力な主体思想というものを土台に政治体制が樹立されています外的に見れば北と南の人たちは本当に似ていますが中身は全く違うのです理念というもの思想というものがどれだけ恐ろしいか分かりませんそしてそれよりももっと強いものが信仰です孫玄関大学で学生運動を行っていた人たちが 現在政権の主要,部主要部門を握っていますが尊軍管大学で私たちの行事を行おうと思っていった時には本当にこ大変な思いをして皆捕まえられて討論を行おうということで尊軍管大学の民主化運動をしていた学生たちとうちの学生たちが議論対立を行いました。のの主体制のことは破して えー、近日生大学出身の教授が、えー、研究委員長をしていましたので、えー、その人が来たら、えー、近日生語録何ページに出たものだ、えー、ということを把握していますのでそういうものを隠して相手はさまざまな主張をしてきますので私たちは偽りに なももののののはステロと言ってとっっこの内部にあったたを公開したのです議論の討論では非常に劣勢になりましたので民主化運動をしていた人たちはあるある人がこの原理論,論と消去理論と統一思想概要の本を持ってきて同僚たち私は敵を知るために敵の この研究をしたこれは敵の教科書だと言って出したのが原理公論と統一思想概要と消去理論でした3,000万の人々の前で敵と規定したのが民主化運動を行っていて現在現政府の主要職についているメンバーたちです徹底した南北の異質性というものは その異質的な思想を溶かすことのできるより大きな思想、より大きな愛がなくては不可能なのです。歴代の大統領が主張してきた統一理論はアイデアとしてはいいと思いますが、すでに北朝鮮は親中主義ですので、もうあの指導者を人格化した主義というわけですから。 絶対王として絶対神として君臨しているその理念を放棄することは難しいのですその民主化運動の青年たちとの討論が終わった時に私が最後にマイクを取ってこう言いました。 皆さんととの情熱的な討論本当にありがとうございましたしかし一つだけ覚えておいてください思想よりも強いものが信仰ですなぜでしょうか思想は有物思想だろうと民主思想だろうと洗脳されているかもしれませんが死んでも天国に行くという思想があるのが 信仰,です信仰というものは死をも恐れない死にも勝るものが信仰でありますので私たちは手を取り合って平和の道を行きましょうとそのように訴えたことを思い出します。 皆さん、私たちは政治の現場を目撃しています。本当にこの複雑です。もうテレビも見たくないくらいです。両陣営の選挙遊説の場面を見ますと、そして言っている言葉を聞きますと、小学校3、4年生の水準のように思いとなりません。韓半島が持つこの国際的移想というもの、そして韓国が統一され、進むべき とてつもないビジョン、明日に向かう国民の希望に目を向けるのではなく、互いを非難し合い、えー、そしてそれにもかかわらず、神様が守ってくださり、世界の前に韓国がこのような国として、えー、君臨しているというのは奇跡としか言えません。神様様ののの助けににより誠の父母様この地上に 誠のお父様と誠のお母様一人,人娘を誕生させた神の摂理の祝福の結果であるとしか解説のしようがないのです宮廷ライン DMZ に行ってきた人はまあアメリカから聖職者たちが来るとその宮栓ラインに行って。 羽を鳴らしその祈祷会を行うような行事をよくしてきましたが本当に驚かれますどうしてこの敵対関係の中にありながらも韓国がこの短い期間でどの国もすることができなかったようなこの試練を超えて安保のラインを持ちながらも これほどの経済成長を遂げることができたのだろうか神の祝福神の説理神の経理になくしては解説することのできない状況だと言いました韓国の有名なコラムニストがこの間あこんなことを言いました韓国人の知らないことがあ3つあると韓国はどれほどの先進国であるかわからないと言いました私はもうアメリカに住んで30年になりますが本当にそう思います アメリカよりも韓国の方がもっと先進国だと思います。アメリカは汽車に乗ればニューヨークからワシントンに行く電車がありますが鉄道は昔のままです。なので電車が本当に揺れますのでコーヒーをこの持っている置いておくことができないんですね。そして今も。 車掌が来てこの切符をこのハサミでこのパチパチッとやってえー、切符を上に置いておくんですよね私が韓国に来て KTX に乗りましたらただ入っていってくださいと言われるんですね切符も見せずにそして降りるまで一度もチェックに来ないんです出ていく時ももちろん切符のチェックがありません <laughs> <laughs> 以前清和学生だった時にはこのちょっとキセルのようなものがあってよくそういうふうにして乗ったことがありましたが最近はあもうすべてチェックされているので、うん、切符のチェックをしません外国人が来るとそういうシステムにも非常に驚きますそして車の駐車をする時も車のナンバーが出ますし そしてそのナンバーによって金額がいくらということが出ますよね。アメリカは今でも切符そしてクレジットカードでの支払いなどそんなふうになっています。えー、パラグアイの大統領が、えー、市長から、えー、大統領になった人ですが韓国の大統領がこの。 昔はパラ,グラパラグアイが非常に経済的に豊かだった時にかあの韓国の青年たちを受け入れてくださいと農業訓練で受け入れてくださいと頼んだ国でしたが30年経つとお韓国の方が経済的には上になっています。パラグアイはその時と同じ、えー、経済規模の国30年前と同じです。 パラグアイの大統領と一緒に車でチャムシルの地下鉄に入ると非常に長い階段を降りていかないといけないんですね。そして <laughs> 地下鉄に乗るとこの,この座っている <laughs>。 座っている人たち10人いれば10人全員がスマホを持っているんですそして道路をこの歩いている人たちもみんなスマホを持っているんですこういう国はあんまりないんですよまあこれがいいことか悪いことか分かりませんがしかしこれほどの国はないんですそして甲賀門から歩いているとソウルというのは雨が降っても非常に雨水がこの治水施設が 整っていてい、えー、にはなりませんしかしパラグアイでは下水の施設が整っていませんので雨が降るとこの水が道路に道路がちょっと低い位置にありますので道路に道路が水浸しになりますそれであ大統領なんですからこれ見てくださいよと言って降、えー、下門の 道路の両側にこの水が落ちていくそのようなスペースがある山からでも山から落ちてくる水もこの下水施設ができているインターネットの普及率は言うまでもなくもちろん地下鉄でもインターネットが使えますアメリカは少し田舎に行くとスマホが使えません電波が届かないからです ですから韓国の方がアメリカよりもずっと先進国なんですよそして韓国人の知らないもう2つ目、えー、どれだけ危険な状況にあるのか国民は知らないでいる北朝鮮は70%が軍事軍備配置されています、えー、いつ何が起こるか分からない状況なのに韓国人はそういうこの恐れがないんですね 天はどのような方向に導いていかれるか分かりませんが今回お母様の受けた啓示だと思いますノーマルな状況では決してできないことを私たちは行ったわけです、えー、指導者たちからの感想を聞いてくださいというそのようなミッションが来ましたので、えー、ミュージカルの「インポッシブルドリーム というものがあるんですが到底達成することのできないビジョンに向かって命を懸けて愛を懸けて進んでいくというストーリーのミュージカルなんですが、えー、私たちは春を目の前にしてい,います外はまだ寒く暗いですが 春を迎えようとしししていますしかし春を迎える準備をする人たちだけが春を迎えることができるのです。春が来てから春を迎える人たちはもうそういうのです。私たちがもう今から準備をしておけば春を迎えることができるのです。お母様は生涯を通してお母様は片足は北朝鮮に置いて片足は韓国に置いて 必ず統一すると祈ったようにその祈りがなされる時が近づいていますお父様が最後に残してくださった遺言のような私たちに頼まれた内容が「清潔決断」「全力投球」「実践急行」「祖国よ」「照らされよ」と言われたその日が私たちのもとに近づいていますし。 その時に向かって目覚めている人たちがサミットに来られサミットで準備された姿を見せた勝利の日であったということに自負心を持って全ての勝利の栄光は誠のお坊様を中心として指導者たちがそしてシクたちが寄せてくれた精神が統一された。 勝利だったととというここを忘れることができません皆さん大変な状況の中で難しいこともあると思いますしかしコロナのパンデミックが与えた摂理の進展パンデミックにもかかわらず今回の行事を勝利的に貢献することができた天の摂理に大きな 栄光をお返しし、もう一度自負心を持って堂々とお母様の御言葉の通り、人々を引っ張っていける、引き寄せることのできる磁石のような立場で準備された義人たちを、義人たちに向かって翼を広げていく信念を持って、勇気を持って進んでいく皆さんとなることをお願いして、私のお話を終わりたいと思います。ありがとうございました。 ではお祈りしたいいと思います感謝してまない天の父母様尊き天地人誠の父母様想像すらできなかった状況の中で不可能を可能にされた天の運勢と天運に向かって進む絶対信仰絶対信念により私たちを指導してこられた天地人誠の父母様に感謝と賛美を申し上げます。今年お父様の ご生は10周年お母様の80歳の誕生日そしてワシントン・タイムズ創刊40周年を迎える年です決定的な神様の摂理統一の祖国摂理の祖国である韓半島の統一に向かった決定的なモメントを寒い冬の中でえ 勝利として立てられたことがこの民族全体が行くべき方向性を示してくれましたこの勝利の土台の下に次の段階に進む2022の設立にどうか共に会ってくださり韓国協会の中でも本部協会が先方に立ってソウル市と韓国を導いていくチョンボクン協会が 建てられた指導者を中心として混然一体となり、跳躍とビジョンの2022年となるよう祝福してください。感謝し、すべてのシックの方々の名前と合わせて、祝福中心家庭、ヤン・チャンシクの名により、感謝し、報告申し上げます。アュありがとうございました